デビット・カッパー・フィールドデビット・カッパー・フィールド、アメリカ、ニュージャージー州生まれのロシア系ユダヤ人、世界を代表するプロマジシャン。ホーブスのアメリカで最も裕福なセレブリティに手7位の人物である。幼少時からマジックに目覚め、その後14歳という最年少でサムへ入会。16歳になる頃には、ニューヨーク大学でマジック講座・ザ・アート・オブ・マジックを持ち、教弁を取る。 高校卒業後、フォーダム大学へ入学。しかし、シカゴで行われるミュージカル、ザマジックマンの主役に抜擢され、演出などすべてを手掛ける事情により3週間で退学。ミュージカルが成功を収めたことで、マジシャンとしての地位が上がった。その後、テレビ番組、ザマジック・オブ・ ABC ・スターリング・デビッド・コッパー・フィールドに出演。ここでも、高視聴率を得たことから、 この番組はシリーズ化しており、現在でも年に1回ペースで制作されている。年に数百を超える講演をこなし、米ホーブス氏による著名人乗車番付には常連として名を連ねている。1980年と1987年にマジシャン・オブ・ザ・イヤーを獲得している。代表的なマジックとしてはフライング、スノーなど、あまりに 現実離れした瞬間移動などを繰り返すため、双子、あるいは三つ語説が、まことしやかに流れている。芸名は、チャールズ・ディケンズの小説、デイビッド・コッパ・フィールドの主人公に由来。約6年間、スーパーモデルのクラウディア・シファーと交際していた。2014年、フランス人モデル、クロエ・コセリンとの婚約を発表した。ありがとうございます。